シクスト、エンリケでボルボンパルマイ・ボルボンブセは、イタリアの旧諸行パルマ公爵家の子孫。スペインのカルリスタの一部により、カルリスタ王家の摂政とみなされている。イタリア五名は、シストエンリコディボルボーネ・パルマ、フランス五名は、シクスト・アンリ・ド・ブルボン・パルムで、カルリスタ王家の聖員として、アラン・フェス公爵の儀礼上号を名乗る。ボルボーネ・パルマ公子サベリオと、 その妻のブルボンビュッセ伯爵令状マドレーヌの間の次男として生まれた。父は1936年にカルリスタ政党系の最後の党首ハイ目校、アルフォンソ・カルロスによって後継者に指名され、シュクストの誕生時はカルリスタの摂政を務めていた。1952年、父は正式にカルリスタ王位請求者への就任を宣言した。シクストはベネディクト会。 マリア会、キリスト兄弟会などの宗教学校で厳格なカトリック教育を受け、また、スペイン人家庭教師にも教育された。長寿で法学、経済学、古典及び現代文学を学んだ。1964年に父によってアランフェス校に助釈され、翌1965年にエンリケ・アランフェスの登録名でスペイン外人部隊に所属した。 同年5月2日の入隊式に際しては、スペイン国旗に便宜的に忠誠を誓うことのみを求められ、自らの政治信条を問われることはなかった。父サベリオの後継者は、兄カルロスウゴだったが、カルロスウゴは、死党主義を信奉する社会主義的な思想の持ち主であり、伝統派、主級派の価値観を代表するカルリスタの政治運動を自主管理社会主義、 連邦主義を基盤とした君主制を目指すシンクレティックな性格に変えようとした。シクストは兄の政治姿勢に反発し、1977年に父が死去するとカルリスタ伝統派の指示を受けてカルリスタの摂政に就任することを宣言し、母マドレーヌもシクストの側についた。トウサベリオは二人の息子のどちらにカルリスタの指導者の座を譲るか態度をはっきり示さないまま、 世を去っており、カルロス5と、シクストの双方の側に、後継者指名の文書が存在していた。カルロス5は1979年、不安カルロス一世一成下のスペインに帰化する際に、自らの大位請求を取り下げ、支持母体のカルリスタ等からの脱退を宣言したが、2003年に、大位請求者への復帰を宣言した。2010年に、カルロス五が死去すると、その長男、 カルロス・ハビエルがその後継者となった。これに対し、伝統主義派とカルリスタ伝統主義派の二つの政治勢力は、シクスト・エンリケをカルリスタが支持する正当な殺生だと、みなしている。シクストの支持者の中には彼を、国王、シクスト・エンリケ一世と呼ぶ者も,もいる。しかしシクスト本人は、アニアを生から、カルリスタの王位を奪う権利はないと考えており、 老いのカルロス・ハビエルがカルリスタ伝統派の価値観を受け入れてその指導者となるまでの暫定的な地位として自分が摂政を名乗るという認識を持っていると説明している。ただし、シクストは支持者から国王万歳の勧告を受けてもこれを拒絶することはない。シクストはその政治信条から伝統的カトリック信徒や極右政治家との関わりが深い。 1988年6月30日に聖ピオー10世以下のマルセルル・フェーブル大司教がスイスのエコンで4人の司教を除会した際、この除会式に同席していた。フランス大統領選挙では国民戦線当主だったジャンマリー・ルペンを支持してきた。2001年1月に旅行先のアルゼンチンで交通事故に遭遇して重傷を負い、 それ以来歩行が困難になったこともあって、積極的に表舞台に出ることは少なくなった。現在は母の実家から相続したリニエール城で暮らしている。2010年、日本の現代美術家、村上隆がベルサイユ宮殿で開いた作品展の中止命令を出すよう裁判所に申請した。シクストは村上の強烈な色彩の作品展示は宮殿の かつての主である自分の先祖の記憶を汚すものであり、フランス文化を冒涜していると抗議した。ありがとうございます。